モサリスクの紋章、モサリスクは、ロシア連邦のカルーガ州にある都市、州都カルーガの西8 2トルに位置する、モサリスキー地区の行政中心地でもある。人口は4380人と呼ばれ、チェルニゴフ公国の一部だった。14世紀にはこの町にマサリスキー港が拠点を構えた。マサリスクは、岡川上流公国軍の中心の一つとなり、 リトアニア大公国の支配を受けた。マサリスク公国は1493年に、モスクワ大公イヴァン三世によって、モスクワ大公国へと並行され、マサリスキークゲは一部はリトアニア大公国へ逃れ、マッサリスキー公となり、一部は、モスクワ移住し、コルツイコールマサリスキー公となった。1776年には、首となり、カリューガ県に属することになった。 1818 18年には町のシンボルである聖ニコライ大聖堂が完成している。19世紀半ばには農産物の集積地、物流の中心地として栄えたが第二次世界大戦で破壊された。国道 A101 号線が町の 20km 北を通る。産業は食品工業や繊維工業がある。ありがとうございます。